んにちは、三兄弟次郎です。サブローです。まあ本日3本目の動画ということでまあこれはまあ小出しにするのには理由があって、やっぱり一本一本のね動画が長いとちょっとね飛ばされてしまうっていうこともあって、じゃあ今回の動画は実はあのこのドン、このあれですね、これ何て言ったっけ、カッティングカッティングシートって書いてあったかな、カッティングシート、いわゆるあれやのシール、シール、あステッカーか、ステッカーので、これがこれもこれはいくらやった、これ1枚600円ぐらいやったかな、1枚600円のフロントのエンブレムと後ろの、ほんなら600円ぐらいやったらいいですよ。ほんなら2000円もいかないっていう。これもペイペイでキャッシュバックかな。ほんと これだけで2000円すんの。いや2000円も選定だから。ほんと600、あ、これ全部で600円か。いや全部でじゃない。1枚。1枚600円ろ。500円か600円。な、1200円ぐらいかかんでるの、多分。で、これが、プロテクションシート。これ何これ、何すんのこれ。これ、ドアの傷を。で、ああ、これはなんか、あ、これもあれか、シートか。あ、これもシート。ああ、でこのシートの中に拭き取りクロスとかアルコールがね、取れるやつとか、脱脂するやつがついてるということで。おとん来たぞ。おやろ、大体ここで作業してると来るで。ということでこのシールを貼っていきます。な、どうした？なんで、いやこれがドアの傷防止でさ。分からんけど、これがここじゃねえやってんの、なぜか上やでな。あ、ここも何かなと思って傷つく、ここも傷つく。やっぱ、兄ちゃんサーフの時もやってん。じゃあサーフの時じゃなくて普通の軽自動車のドアノブのここら辺でもなんか傷つくやって、なんか知らんけど、早速つけていくか。おや、じゃあ早速つけていきます。まあこちらの商品出したものがこれなってまして、これで、下処理をすると、これね、貼る前にこれをあれをすると、じゃあ貼っていきますか。やっていきますか、あ、ほらこんなのが入ってるってことや。おや、説明書入りか。こんな感じです。はい、これいくらした、これ。これ結構高かったぞ。1500円ぐらい。じゃあ貼っていきます。今思うと昨日俺で競り合いと思ったんやけど、この柄が売ってる絵って自分で切れるかなって。ほんで切って、もうなことも切っただけか。まあまあでも1000円いくらなら、まあほんなまあまあまあいいんですよ。なまあ貼っていくか。まずあのこのフロントのこのスズキのマークのところにシールを貼っていきます ね、よし、いきます。これまず拭いて、拭いて取るっちゅう感じなんじゃね。いやいや、分からんぞ俺。拭くとほらちょっと水分含んでないやろ、それをこれで含んでない、メガネ拭きみたいなやつで。これ今このアルコール乾く前に他のとこ全部拭かなあかんのでねんけど。何、体か。じゃあもう体は、体でねんか。違うけどこれ今逆に汚れたぞこれ。まあまあ、このアルコールが汚ねえやなこれ。アルコールかワックスが効いてるかもわからん。もうちょっと綺麗に拭かなあかんのかもわからん。大丈夫け。なんか逆に汚れたぞこれ。ちょっともう一回貸して。ベチョベチョすぎるなこれは。ビチョビチョや。俺映ってるのにゃ。映ってる。ほんなら事務所通ってなかった。横顔やって大丈夫やろ。いや別にどうでもいいけど。あれか、やっぱあれか。よしよしもういい。よしな貼りますか。俺貼るんけ。じゃあ俺貼って失敗したらやかましいやろこれこうやろ。俺こういうの嫌ねんって言うの。なんかハプニングが起こりそうな気がな。どうや。ハプニングあるなこれ。あら、ちょっと待って。ハプニングあるこれ。
あ、これ違うな、貼り方間違えたな、これ。あ、おやおや、少しずつ。お、簡単やと思ったら結構気張るな、これ。まあでもこの動画を見て、ああ、あれは。ずれてるな、だいぶこれ。もうちょっとここ端っこを取って伸ばしながらいかな、うんうん、あ、もうひっついんだこれ。もっと、ここでもビロやん。じゃこれが邪魔ねえじゃん、この三脚が。そんなの分かった、こうやれやろ、うん、ちょっと待って、兄ちゃん問題勃発やな。もうちょい全体的に上やったぞこれ。な、携帯のカバーと一緒や、うん、ああ、そこら辺りに大丈夫なんでね、あかんのけ。ああ、そういうことか。ここは、あ、そういうことやな。ああ、どういうことや。結構苦戦するな、これ。あ、やっぱ俺の。あ？あら、なんかずれたな。気に入らんな。マスクもしてるし、息苦しいな。よっしゃ。わかった。見えたぞ。なんか、お、多分半分だけつけ、あれ外さなくなったよ、兄ちゃん。少しずつやろ、あれ。おえって。あれ、嬉しそうに。全部取ったであかんの、ね、って。勉強になるの。おや。まあ、次の人が、おや、これ見て、ま、そうそうそう、学んでくれれば。もうこれだけで、俺の思いは達する。おい、L投げぞ。この、あれが。お、なんか引ってずれるな、俺。本当いいんじゃねえの。おお、ちょっと眠ってやんなかったよ。なんでも。眠るはそういう使い方け。眠ってやんな。いじめたらツバペジ落とすけるんやけど。よし。今もやな。ちょっとこの下のは気に入らんけど、マシャン。こんな感じになりました。黒いシートも全部貼り終わったので、これは日曜結構大変やったわ。これやろ、うん、なんかちょっと曲がってるけど、これやろ。他重た車と違うの、全然なんかいっぺん取って、ちょ、おかん、おかん、あれ、もうおかんまで来たよ。みんな暇ないな。これやろ。これ兄ちゃん外してエンブレム塗装するっていうやり方もあるみたいけど。え、あ、外してか。外して取ってまうやん。でも新車のエンブレムはやっぱ外したくねえろ。いやいや、こんなんじゃなくて手間がシール貼ったわけだと思って、ほんと逆に大変やった。ということで、まあ、全て貼り終わったんですけども、この CL リンクの、カバー、背面タイヤのカバーについてたこのステッカーを貼るということで、どこを貼ろうかなと今悩んでるんですけど、悩む。俺ここなんか結構みんな貼ってる動画見るで、ここになんかこれから貼るのかなと。そこのガラス面に貼るんや。そう。そんなみんなと一緒なことして陰気合うんな。何やこれ。え、なんで急に怒るんやし。まあまあまあ。昔スポーツカー乗ってたら。おやおや、ああいう時とかここら辺とか、おやおや、スポーツカーの人って大体ここら辺にステッカーをの5、6枚の縦に並べて、でもボディに貼るのものこのチコチコのあれやで、これはあかんわ。窓、スライドする窓のところはあかんで、じゃあ後ろはどうや。後ろは真後ろに貼るっていうのもいいと思うけども、でも結局ここに文字書いてあるとこれはっていうあれやろ。おい、おいで、やっぱり横、みんなと一緒な、みんなと一緒でいいわ兄ちゃん。え、右習えや。なかった。
そうやな。え？どうや下か。乗った。ここでいいな。うん。なここでいいんだね。でも助手席側か運転席側かっていう問題がある。うん。じゃあ運転席側に貼るってことは歩行者に対してアピールするっていう。もうやにじゃん、細かいの。ええそこまで考えていいけど。なまあ、ここで貼ればいい。ただでついてたで。みんなと一緒なことすればいいんだねんが。おまた言うな、今日。ということで、ここに貼っていきます。いいかな。はい。CL リンクのステッカー。貼り終わりました。これで CL リンクって言うのな、本当に。違かったら、やばいな。CL リンク。おうん、これ間違えてたら、まああれで。おいしって怒られてもらう。スポンサーやで。ちゃうけど。ということで、まあ、すべてのシート貼り終わりました。では、また。